はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただつばさです。今日は何の話かというと、ビジネスでのファシリテーションについてです。ファシリテーターが会議中に、あるいはワークショップ中にやるといいことについてまとめています。ファシリテーション、やる機会がある方、あるいはファシリテーションとは言えないまでも、会議でうまく、 進めて、こう生産性の高い効率的な会議にするためにはどうすればいいかというヒントにもなるかと思います。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。皆さんはファシリテーターと聞いてどのようなイメージを持つでしょうか。ファシリテーターの役割とは何でしょうか。私が思うファシリテーターの役割を一言で言うと、え、職売者なんですね。あの化学反応とかで出てくる職売の役割です。つまり会議の中でこう発言 参加者の発言を引き出したりだとか、アイデアを生む、意見を出していく、雰囲気を作る、そして最終的には合意形成まで持っていって、次のネクストステップにつなげる、ここをうまく盛り上げる役目、そういう意味で触媒というふうに定義をしています。では、ファシリテーターが会議中、あるいはワークショップで、どんなことをやると会議が盛り上がる、生産性の高い、効率的な ディスカッションがううまくでできるる会議になるでしょうか私がこれまでファシリテーターを何度もやってきているんですけれどもこういうふうにするとファシリテーターとして職場医者となれるなというのがあってまとめてみましたポイントは5つあるんですね会議中にファシリテーターがやることまず5つご紹介をしてその後5つそれぞれについて補足共有をしてご説明をしていきます ファシリテーターがやること5つなんですが、発言の引き出し、理解と共感、可視化、方向づけ、そして合意形成です。これらを5つやっていくと、ファシリテーターの役割をうまく果たせて、会議が実のあるものになっていくかなというふうに考えます。では、順番にもう少し見ていきましょう。はい ファシリテーターが会議中にやることの1つ目は参加者の発言を引き出すことですね。で、議論が活性化している会議というのは、ファシリテーターの発言の量、回数というのは最小限になるんですね。で、そうじゃなくて、他の参加者が積極的に発言をするような場になります。で、一部の参加者に偏るのではなくて、みんなが自分の意見だとか、マイデアを出していきます。で、そうなるための役割の1つというのが、参加者 のの発言をを引き出すすかなんですよねそのためには気をつけることというののは場の雰囲気作りつまり参加者が自分はここで発言しても良いと自分の発言がこの会議では受け入れられるという気持ちを参加者に持ってもらう少し専門的な言い方をすると心理的安全性が保たれている会議の場をいかに作れるかというのがファシリテーターの腕の見せどころなんです。 じゃあどうすればいいかなんですけれどもうまく質問を投げかける問いかけを参加者にするといいんですね例えば、えー、と引き出し発言を引き出す質問どんなものがあるかというと何々さんの立場からはどうですかというふうに名前も使ってその人の立場でいいので言ってくださいというような質問あるいは現場で実行する側から見てどう思いますかもう少し、えー、と一般的な質問をすると 具体的には何か例はありますかといったような具体を掘り下げていく質問そして理由を問う質問ですねなぜそう思いますか他にはないですかといったような事例だったりというのも発言を引き出す質問として有効です、はい、では、ハシリテーターが会議中にやった方がいいなと思う2つ目ですね理解と共感です これは何かというと先ほどの1つ目につながるんですけれども発言をしている相手の,この発言に対して理解する姿勢そして共感する姿勢を示すというのが大事なんですで。さっき会議の場を心理的安全性が保たれている場にすると言ったんですが自分が発言をすることを躊躇してしまう人というのは自分がここで発言してもいいかなという不安があるんですね。 で発言した後にすぐその場で自分のことを理解してくれたあるいは共感を示してくれたという体験ができると次からも積極的に発言をしてくれるようになりますよってそれを積極的にやるといいのがファシリテーターなんですで理解をするためにはあの、まあ、質問をするといいですし共感を示したりとかあとは あの発言をしてくれたこと自体に感謝をするといいいいとと思います、まあ、感謝というのは本当に一言ありが発言の後にありがとうございますというだけでこうそれが一つ一つ積み重なっていけば場の雰囲気というのはこう温かくいい雰囲気になってきます。はい、でファシリテーターがやることの3つ目ですね。可視化ですでこれは発言内容をうんといかにうんとこう流れていってしまわないように。 えー、見えるる化可視化をする具体的にはホワイトボードだとかあのワークショップでは模造紙大きな模造紙を使うこともあるかもしれませんが何か皆、えー、参加者の全員が目に留まるところに発言を拾ってこう溜めていくプールしていくようなイメージですで、えー、っとホワイトボードで書くことをうんとついまとめようとかうまく書こう例えば 図に表したりだとか整理されたものにしようという意識がファシリテーターをやっていると出てきてしまうんですがまずは一旦自分のノートにメモを取るようなイメージでいいのでどんどんこう書いていくポイントだと思うものを書いていくといいです無理にまとめようとしないというのもポイントになりますで書くかどうかの判断基準というのはあの会議の目的だとかゴール設定から逆算していくといいなと思います 意見が分かれる、まあ、論点になるものであったりだとか、その論点に対する、まあ、意見え、こうした、うんとまあ、大事なものであろうというもの、まあ、迷ったらえとりあえず書いておくという感じでいいと思うんですが、えー、なるべくこう議論をしていくと、どんどん発言とかアイディアが流れていくので、こう書き留めていくというのが大事です。はいえー、ファシリテーターがやること4つ目ですね、方向づけになります。 でこれはあの会議で特にこうアイデア出しとかブレストのようなものでは一旦会議を発散させていくんですよねいろんな意見が出ますただしどこかで発散から収束にこう切り替える必要がありますでその時の方向づけというのをファシリテーターがやるとかつあの自然と誘導できるように意識しておくといいですで誘導する方向というのはあくまでその会議の位置づけによります 会議の目的だとか、どういう状態になればその会議が終われるかというゴール設定、これをに、えー、っと方向が沿うように会議の流れをデザインしていく。ただし、注意点というのは、こう議論を無理やり止めたりだとか、まとめようとしない、あくまでファシリテーターの役割というのは触媒であって、まあ、サブなんですねよね。主役はあの一人一人の会議の参加者であるという認識、この認識を持って方向づけをしていきます。 はい、では5つ目最後ですね合意形成ですで会議の目的というのはその場で意思決定をしてみんなで合意をするでその合意した内容に沿って次のアクションにつなげていくというのがビジネスの場では基本かなと思いますで合意形成をするのも無理やり決められた感を参加者が持ってしまうのかそうではなくて自分も参加して合意形成に関与したというふうに持ってもらえるか まあ平たく言うと腹落ちできた合意形成にできるかというのが大事なポイントになります。ただし、うん、と合意形成も必ずしもじゃあ全一致でやるかというとビジネスと場ではなかなかそういうこともできないかなと思うので賛否が分かれるケースであっても、うん、決断をどうするかというのはファシリテーターでは重要なこううやり方になります。 例えば、意見が分かれてしまったものは、最終的には責任者の一存で決めるといったような、決め方の決め方ですかね。それを事前に合わせておくというのも、合意形成のためのポイントになります。はい。というわけで、そろそろクロージングです。今回はファシリテーションについてでした。最後に内容をまとめておくと、今回大きく伝えたかったのは2つです。 ファシリテーターの役割、そもそもの存在意義は何かと、会議中にファシリテーターがやるといいこと5つでした。ファシリテーターの役割、意義というのは、私の一言では、触媒者であるというものですで。会議中にファシリテーターがやるといいこと5つご紹介をしました。順番に5つまとめとして言っておくと、発言を引き出す、理解と共感、発言の可視化、ゴールに向かっての方向づけ、そして合意形成とアクションへの落とし込み、 これらをやっておくと、触媒としての役割が果たせるミーティングになり、それがすなわちすごく生産性の高い活性化されたミーティングになっていくかなというふうに考えます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルでは毎日配信をしています。次回もぜひ聴いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。 まだの方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。